封筒とは、手紙、文書、書き付けなどを封入する袋のこと。上袋とも言う。封筒は、主に紙類の移送、受け渡し、保存する際に用いる袋である。具体的には、郵便で手紙を送る際に便箋をこれに入れて、封書とするほか、金融機関の現金封筒や給料袋や、月謝袋として、紙幣や貨幣を入れたり、 書類の受け渡しや保存に多く使われる。数え方としては、何も入っていなければ、倍、中身が入っていると、風になる。封筒という字に現れているがごとく、一枚の紙の両端を貼り合わせ登場にしたものを平たくして、折り目をつけ、筒の底に当たる一辺を閉じて貼り付けた状態で、販売されている。通常は、紙で製造された袋であるが、 軟質プラスチック製のものも広く用いられている。形状としては、長さ寸法が、幅寸法の倍数よりも長い長径と短い角形、さらに寸法の長い方に封入口があり、ダイヤモンド針またはカマス針の用型がある。長径と角形の封筒を合わせて、和封筒といい、また、洋径の封筒は、洋封筒ともいう。封筒の内閉じている、側の部位を底。 閉じていない側を頭という。また、後の張り合わせが上になっている側を上前、下になっている側を下前という。後部の折り目から、銅の張り目に向かって緩やかに下がっている部分を肩と、言い,い、折って、封をする線を口筋あるいはベロ筋という。封筒の裏側の張り合わせ位置としては、最も一般的な中張り、炭張り、欧米で一般的な要形。 待ち付きで、確定の箱張り、待ち付きだが、確定でないガゼット張り、左右双方に、糊代しろがある、かます張りなどの種類がある。なお、封筒の仕上がりで頭を開けた状態を天立て、頭を閉じた状態を口寄りという。封筒は中身を入れた後に糊または粘着テープ等で、封をするのが一般的であるが、それらが手元になくても、簡単に封をできるように加工された。 口乗り付け封筒もある。ダイレクトメール用や業務用には中身の印刷物に印字された宛先を封筒の宛先として利用するために窓付き封筒もある。窓の種類にはセロハンを用いたセロ窓、グラシン紙を用いたグラシン窓、切り抜いたままになっているオープン窓がある。このうちオープン窓は郵便では利用できず手渡しされる場合などに利用される。 書類の保存用には、開閉を繰り返すことができるよう、フラップ部分を止めるための玉紐がついた封筒もある。厚みのある書類等を入れるための封筒として、側面に、マチのついた封筒もある。CD や、ビデオテープなどを輸送するために、内側に干渉剤を貼ったものも存在する。大きさは、日本産業企画10月1日制定。 最新版は2014年4月21日改正で、決まっており10種類以上が存在するが、最もよく使われるのは、長径3号と長径4号の2種類である。これら2種類は、日本の書類でよく使用される A4 位と B5 の用紙に合うことと、料金の比較的安い定型郵便物で送ることが、できることにより普及している。 紙の重量によっても分けられて販売されている。紙の重量は薄さ厚さを意味し、一般的な封筒サイズの長径3号の場合、85g マイメートルに以下の封筒を使用すると内容物が透けるものもあるので、プライバシーに関する書類を送る場合は注意が必要である。大きく角形、長形陽形、その他に分かれる。単に、ジストのみあるものは、 現行の日本産業規格 j 数 S5502-2014 に定められているもので ISO とあるものは国際規格 ISO269-1985 に定められていたものであるその他のものは業界の標準であったりメーカーが独自に定めたものでありこれらは名称が同じでもサイズが多少異なることもある定型郵便は 定型郵便物として送ることができる大きさのものである。日本では白、薄茶、水色、黄色、グレー、ピンク、グリーンその他様々な色の封筒が文具店やコンビニエンスストアなどの小売店で一般に売られている。その他、企業や団体組織の住所やロゴマークを印刷し自社専用に作成して用いることも多い。 特によく売られているものに白と薄茶のものがある。白ブートーは中身が透けて見えやすいため紫色の紙を内側に重ねて中が透けないようわざわざ二重の構造にして作ってあることもあり、比較的改まった手紙のために用いられることが多い。薄茶のものは茶ブートーと呼ばれており、クラフト紙を材料としており、事務的な用途などに極めて広く用いられる。 ちなみに、この、茶ブートーの薄茶色は、英語圏ではブラウンではなくイエローを用いて言い表す。イギリスの小説などでもクラフト紙の色は、イエローとして捉えられているし、フランス語では、日本の茶ブートーと同じ色味の封筒を、インベロップップジョーヌという。これは、イエローやジョーヌの刺すハ萩が日本語の言う黄色のハ萩に、とどまらず、キツネ色や犬の色、乾いた土の色をも含むためである。 それらの例とは別に、ドイツでは、郵便ポストが黄色であるように、郵便に関するものはすべて日本語でいうところの、鮮やかな黄色で統一されており、郵便用の梱包材は、実際に、鮮やかな黄色をしている。イギリスでは、チャブートは、マニラ市でできており、マニラエンベロープスと呼ばれ重要書類に用いられる。ヨーロッパでは16世紀から17世紀にかけて、 封筒が使われ始めたと考えられているが、一般的に普及し始めたのは1840年のイギリスの郵便制度改革によって、重量0.5オンスまでの郵便料金が1ペニーと定められた頃からと考えられている。それ以前は枚数や距離によって料金が決められる方式であり、封筒も1枚と換算されたため、手紙は 便線剥き出しのままこれを折りたたみ風浪をした形で郵送されていた。しかし、枚数ではなく重量で料金が決められるようになると、封筒が急速に普及した。日本では中世以前から書簡を送る際、今でいう便線にあたる文字を書いた紙を何も書いていない白い紙で包む習慣があり、江戸時代には、絵入りの便線である。 え半節をエブートーと呼ばれる縦長の袋に入れる事例がすでにあった。日本では短い要件の場合は封書ではなく、はがきで済ませることが多いが、ヨーロッパやアメリカ合衆国などでは通常、はがきといえば観光地の絵はがき、写真はがきを指し、それ以外は短い要件であっても封書が使用される。例えば、日本でいう年賀状に相当する欧米の クリスマスカードなどのグリーティングカードは封筒に入れて送られる。このため、欧米の多くの国々ではあらかじめ両学院面をすり込んだ封筒が郵便局で販売されている。日本でも、かつて明治時代及び1947年以降、両学院面をすり込んだ切手付き封筒が販売されていたが、需要が少ないため、1949年に、 発行されて以降、郵便料金が変更となった1954年以降は、新しい発行はなく、物が入れられる便線であるミニレターのみの扱いとなっている。郵便局は、封筒の内側がそのまま便線になっているミニレターを販売している。同様の形式で、海外当て航空郵便用のエアログラムもある。国際的に航空郵便に使用する封筒は、 4点の端に赤と白と青の縞模様の入った封筒を使うことになっている。しかし強制ではなくあくまで任意であるため、国際航空郵便にも一般の封筒を使用することは可能である。また投函前にパールアビオンと書いたステッカーを貼り、航空郵便であることをはっきりさせることが一般である。封筒には中身の情報を保護できるという利点があるが、 近年ではシールを貼って通信面を覆うはがきで代替されることも増えている。和ー筒の場合にも洋ー筒の場合にも裏側を見て開封部がある側が上になる。洋ー筒を縦置きに用いる場合には通常は右封じとする。和ー筒や洋ー筒の場合には表面右側から宛先の住所と氏名を印し裏側の中央から 左部に発信人の住所と氏名を記す。用封筒の場合には表面に、宛先の住所と氏名、裏側下部に発信人の住所と氏名を記す。封筒に用いられる空き付けは、外空き付けと呼ばれ、進展や、支給などがある。封管部には、封、管、などを記す。切手を貼る位置は、内国郵便役官によって定められている。日本国語大辞典。 封筒手紙、文書、書き付けなどを封入する、紙袋のこと。上袋とも言う。ハット ABCDEFGHIJ、インフォメーションに歯車封筒、ABCDEFV の故障とクルーズ要調3、封筒のベロについて、封筒豆知識、パーソンズプラザハット ABCD。EFG 封筒形状と名称の説明、新日本生態。 abcdefghij 封筒の、貼り方封筒や .com。abcdef 貼り方の種類5つや、ハット ab インフォメーション3歯車封筒ーージス S5502、バージニアウルフ。ミセスダルアウェイ、ザ・ホガースプレス、ロンドン、1990、エーラージスクエアピースオブ・イエローカードボード、鈴木隆夫、日本語と、外国語、岩波新書、1990年。 定神総合博物館ーパーク郵政資料館所蔵品定神総合博物館2004年10月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年8月12日閲覧ありがとうございます